3年ぶりの若松 SG、 全国24条の看板を背負った意地とプライドが激突。今年のファイナリスト6名が出揃いました。第63回ボートレースメモリアル、8月最後の日曜日の今日、シリーズの最終日を迎えました。ホーム追い風の競争水面、始まりました一般戦第1レース。出走メンバーは1号艇香川の重成和人、2号艇福岡の渡辺浩二、3号艇三重の井口義則、4号艇愛知の赤岩義雄、5号艇東京の斉藤仁、6号艇山口の今村豊、以上の6人の選手によって争います。今村豊が6枠、我慢比べのコース取りとなっています。フライング休み明けもスタート安定している1号艇重成和人の陰線、地元2号艇の渡辺浩二が2コース、3コース、3年ぶりの若松も0台スタート連発中です。3号艇の井口義則、4コース整備もレースも一切妥協なし、4号艇の赤岩義雄、5コースが5号艇の斉藤仁、そして6コースが6号艇の今村豊。6艇前艇スローから残し、枠なりインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました一般戦の第1レース。スリットを覗かせる1番の重成、2番の渡辺、一周の1マーク、インカーに逃げる1号艇重成、外に握った3号艇の井口義則、ズバッとまくり出し、5号艇の斉藤仁、バックストレッチさあ並んだ3号艇の井口、5号艇の斉藤、さがなく追走は2号艇の渡辺浩二。スタートは前提正常でした。さあ突破争いとなりました。2号艇の渡辺、5号艇の斉藤、3号艇の井口、2マーク2号艇の渡辺先行した。切り込んでくる5号艇の斉藤、握り込んだ3号艇の井口、ホームストレッチ2番の渡辺にまだまだ食い下がってくる5号艇の斉藤陣、ちょっと定感離された3号艇の井口義則です。レースは2周1マークの旋回、2周の1マーク先行するのは地元2号艇の渡辺浩二、そして3号艇の井口が仕掛けた、握った5号艇の斉藤陣、バックストレッチ2番の渡辺浩二が先頭、定感離されました。2番手は接戦となりました。5号艇の斉藤陣と3号艇の井口義則、5番3番並走。レースは2周2マークの旋回、トップで旋回は2番の渡辺浩二、2番手3号艇井口のうち切り込もうとする5号艇の斉藤、ホームスレッジ2番手は3番の井口がリード、5番の斉藤3番手、その後ろ4番手が1号艇の重成和人、5番手6号艇今村豊、最後方が4号艇赤岩義雄。最後のバックスレッジトップは独走、地元2号艇の渡辺浩二、2番手3号艇の井口義則、3番手が5号艇の斉藤陣。上位の台形は2番、3番、5番です。この2、3、5、7は3連単、オッズは 58.4 倍。ラストターンマーク、トップ旋回は2号艇渡辺浩二、2番手3号艇井口義則、3番手が5号艇の斉藤陣。一般戦第1レース、まもなくゴールです。